はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は、皆さん気になるであろうお腹周りの脂肪についてのお話をしていきたいと思います。今日はお腹周りでも特に、気をつけていただきたい内臓脂肪についてお話をしていきたいと思います。性別で言うと主に男性の方が内臓脂肪がお腹周りにつきやすいなんていうふうにも言われてるんですけれども、まあ、女性もね、内臓脂肪っていうのはついてしまうケースもありますので、男性女性問わずね、ぜひ気をつけていただきたいと思っております。それでは行きましょう。はい、まず内臓脂肪がついてしまう、原因としては、まあ、いろいろね、まあ、皆さん心当たりがあるところとか、僕もね結構生活が不規則になってしまったりとかすると少しね、こう脂肪がついてきてしまったりなんていうことも実はあるんですね。トレーナーだからといってこう常に完璧な体をしているかっていうと必ずしもそうではなくて、仕事のね忙しさとか、まあ、やることの多さとかで、まあ、ストレスがかかったりとかでも結構変わってくるんですね。暴飲暴食しちゃったりとか、まあ、アルコールの摂取、生活リズムの乱れ、あとはストレス、疲れ、そんなところから実は、内臓脂肪を蓄えやすい原因になってしまっているというふうに言われています。じゃあ、その内臓脂肪を落とすためにまず何をしたらいいかっていうところなんですけど、もちろん運動して食事を気をつけてっていうのは、やりたいところなんですけど、もっと簡単に気をつけられるとこないかなっていうところなんですよね、今日お話ししたいのは。はい、で、さっきしたお話の中に全部ねこう生活リズムが乱れてるような、感じがするんじゃないかなと思います。結構これが大きくて、実は、ある程度ね、まあ、食事を食べちゃったりとかしてても生活リズムがしっかり、整ってる方っていうのは少し内臓脂肪はねつきにくくなります。それから普段の生活を見直してみていただいて、まあ、ストレスがかかっちゃってるところがあるんであればそのストレスの対処をしたいですし、あとは単純にそのジムに行って運動するとかではなくて日々の生活の中で運動の、頻度を少し増やしていく、簡単に言うと、ね、階段をちょっと登ったりとか歩く距離を増やしたりとか、そういったところから少しね生活改善をしていくっていうのが一番手っ取り早いです。もちろんお腹のトレーニングをしてお腹引き締めのねトレーニングやって食事制限もがっちりやってっていう風にするともちろん引き締まっていくんですけど、忙しくてねなかなかそこまで時間ない方とか、続かない方とかもね結構いらっしゃって、そういった方がまず何したらいいかっていうとそういう普通の生活の見直しですねが一番ね効果あるんじゃないかなと思います。僕自身そのパーソナルトレーニングを指導するときにどんな生活してるかっていうのをなんとなくね、お聞きしていくんですけど、その生活の中でまずは1日3食しっかりね決まったリズムに食べるとか、決まった睡眠をとるとか、アルコールの摂取暴飲暴食してないかとか、まあ、そういう基本的な部分をまずね整えていくのが大事かなと思います。そうするとね、モチベーションも結構上がってきて、普段からちょっと歩いてみようかなとか、そういう風になってくるんですよね。で、やっぱりその生活リズムが乱れるっていうところから、まあ、食べ過ぎたり、運動しなくなっちゃったりとかっていうところにつながってくるので、まあ、その辺は、1日の朝起きて夜寝るまでの、スケジュールというか、それを、まあ、しっかり細かくねスケジュールを刻んでいく必要はないんですけど、それをなんていうんだろうな、もうきちっとした生活に戻していくっていう風にすると実はお腹周りの脂肪、まあ、体全体脂肪そうなんですけど、内臓脂肪落ちやすくなります。はい、なのできつい運動とかねこのお腹周りちょっと落とすためにはきつい運動しなきゃいけないんだとかっていうところではなく、まずねちょっと最近お腹気になるなっていう方は、生活リズムの見直し、これをね、第一にやっていただくのをお勧めします。過去に、動画として、まあ、お腹周りのねトレーニングの動画とかは出してるんですけども、まあ、その前に、この生活リズムっていうのをね一番大事にしていただくといいのかなと思います。よく言われるのが、まあ、午前中、なるべく日が昇ってる間にしっかり外の光の日を浴びるとか、まあ、そういったところも大事になりますし、あとは夜寝る時に向かって、まあ、運動する、その強度っていうのを下げていってしっかり寝ますよっていうリズムを体に覚えさせていくっていうのはね、結構大事っていう風に言われてますね。で、僕もねトレーナーとして活動してて、やっぱりその予約がいつ入っていつ入ってっていうのが結構まばらなんですよね。なので、もう本当に朝8時から夜
夕方5時までが仕事でっていう普通のこう、仕事とはちょっとリズムの作り方が違うんで、どうしてもねちょっと僕も崩れちゃったりする時もあるんですけど、やっぱり僕自身その1週間とかね、しっかりとしたリズムで過ごしてる時の方が体調もいいし、体もちょっとすっきりするし、トレーニング効果もね、上がるし、あとは、モチベーション、さっき言ったねなんかやる気みたいなところにも実はつながるんで、その生活リズムを整えるところにまずモチベーションを持っていくのが結構大変だったりするんですけど、できるところからでいいと思うので、もう本当に何時に起きるとかでもいいですし、あとはまあ食事しっかり決まった時間に3食食べるとかでもいいですし、エスカレーター使ってたのを階段にしてみるとかでもいいので、何か一つ、決めてやってみるといいんじゃないかなと思います。それがね、少しずつ積み重なってって最終的にはそれが普通になるのがベストですね。無理して努力してやってることっていうのは絶対続かないので、その、続けてった結果、それがその自分のニュートラル、もう普通のことなんだっていうレベルに持っていければもう本当にそれは勝ちなので、あとはもう楽しんでやって、いけるようなことを見つけるっていうのも大事だとは思うんですけど、もうその普段の生活を自分の普通にしてしまうっていうのがベストですね。なので、無理せず、どのレベルだったら普通に、自分の普通にできるのかなっていうのを探してみるっていうのがね一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はねトークになりましたが、ご視聴いただきありがとうございました。お腹周りのねエクササイズ、バランスボールを使ったこう骨盤を動かすエクササイズとかもね結構有効なので、その辺もねちょっと今後ご紹介していきたいなと思いますので、ぜひやってみてください。取り急ぎ、今日は生活習慣の改善についてお話をさせていただきました。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。